40代前半の男性です。武田先生が常々言われるいざという時の武田と、水は低きに流れるというのは相反する部分があるように感じます。いざという時の武田は他人のね、幸せを考え、周りが困っている時は引き受ける。水は低きに流れるは、どちらかというと、大変なことは引き受けずに、少しずつ他者から遠ざっていくというような感じますと。幸せ4階建てで自分がどこにいるのかで変わっていくのでしょうかっていうね、ご質問があります。はい。ですね。私の言い方が雑なんで、まあ、そのように取られるのも仕方ないと思いますが、いざっていう時の武田っていうのは、時間的には瞬間的ですね。現在、相手を助けなきゃいけない。まあ、いざという時ですから、あれは時間が短いわけですよね。今度のあれをどうしてくれと。そういう話ですね。それから、水は低きに流れるというのはですね、自分が得になる方に行くんじゃないんです。僕が水は低きに流れるっていうのは、水として、その石がこうあったら、水がなぜ低きに流れていくかっていうとですね、水にとって一番都合のいい方向に流れてるわけですよ。それは何を言ってるかって言ったら、自分が得をする損するになって、その社会において、自分が いる場所をちゃんと探しておかなきゃいけないってことです。これはね、僕は会社で多くの人と一緒にやってて、人間っていうのは変なもんだな。なんかね、挑戦したくなる人が結構多いんですよ。そうすると自分の不得意な方に行くんです。その人としては今まで不得意なことを克服したからいいんだけど、社会の集団から見ると、いや、あの人わざわざそっち行かなくてもこっちに行ったらいいんじゃないのっていう時があるわけですね。ですから、僕は長期的には自分のポジションは、社会の中で自分が社会に役立つところにこうずれていく。少しずつ少しずつですね。決して無理な方向に努力しない。それが水を低く流れるとき、水を努力してませんよ。自然に行くべきところに行く。っていう、やっぱり、この場所の取り方っていうのがあると思うんですね。で、僕も自分の性格の良さ、悪さがありますから、それによって自分がこの社会に役立つためには自分のポジションはどういうところがいいかということは常に考えてて、時代っていうか、年齢とかそういうのとか、周囲環境によっても変わりますから、自分の今いる場所っていうのは自分にとって社会に貢献できる。社会に貢献できるというのは、社会が自分に好意を持つってことであり、まあ、どっちかったら収入もやや増える方向である。適してるところですからね。その二つはそういうふうに考えていただいたらいいんじゃないかと思いますね。なるほど。時間軸の違いだっていうところではっきりしますね。はい。なるほど。いざというときはもうその瞬間で必要とされたときにもうすべて自分が答えられることをやるということをやるですね。はい、水や低きが流れるは人からで、ね、自分の、利するために人から離れるっていうようなことではなくて、社会全体の中で、自分の役割をどのように、まあ、ポジション取りをしていくかというか、はい、自分の位置づけできる場所探しをしていくっていう、まあ、将来的な時間軸で考えてほしいということですね。幸せ砂時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。